りましたけんますクッキング。今日やる料理はね、はい、じゃじゃーん、さつま揚げ買ってきましたってことでね、またもやこれ使ってね、ちょっとね、もうね、超簡単、ボリューム満点おかず作っちゃいますよーだ。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきます。はい、豚ひき肉 200g、はい、さつま揚げが1パック4枚入りね。はい、それから、もやし1袋、ピーマン3つ。はい、これでやっちゃいます。大体ね、これはまあ、1人前というか、もうほんと家族で行ったら、大体もう2、3人前で食べる量ありますね。まあ、4人前ぐらいでもいいでしょう。だからまあ、大体1人で食べるんだったら、これの半分ぐらいの量でやればちょうどいいかと思います。ということで、2、3人、2人から4人前っていう材料で、やっていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。よいしょ。じゃあまずね、はい、さつま揚げちゃんはですね、今日はこんな感じでいいかな。こう真ん中1本入れたらこんな感じで大体 1cm ぐらいの、ね、幅にこういう風に切っていきます。こう真ん中1本入れたらこう 1cm ぐらいね、はい、こんなぐらいの大きさで切っていきます。でこんな感じね、はい、はい、そしたらピーマンの方はこんな感じで種を取って、はい、そしたらね、今日はどうしようかな。このぐらいでいいかな。こんな感じで、大体まあ、さつま揚げ意識して、こんな感じの大きさね。これをこう、半分を3等分にして、これをまた半分ぐらい。はい、これぐらいの大きさにしていきます。はい。はい、ピーマンも切って、さつま揚げも切ってね。はい。はい、もうね、下準備はこれで OK です。よし、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。はい、はい、今日もね、簡単調理やりますよ。はい、まず油大さじ1杯。はい、そしたら、はい、ひき肉ちゃん炒めます。いやー、今日もね、もうめちゃめちゃ簡単シンプルね、ズボラ料理とでも言いましょうか。もうね、超簡単だけど、お安くてね、できるし、ね、ボリュームも満点ね。ね、そういった感じのやつやりますね。はいはい。まあ何しろね、安くてうまくてボリューム満点一番いいですよね。はいはい。はい、こんな感じでひき肉にしっかり火が通ったところで、はい、さつま揚げちゃんとピーマンね。はいはい。そこに、もやしもね、はい、入れてます。もう今日は何の難しいことは何一つありません。まあこんな感じでね、全体をこう炒めていきますね。はい、そうしましたら、はい、大体、まあ、油が回ったところで、はい、今日の、はい、味付け、はいはい、なんと焼肉のタレです。これね、業務用スーパーで買ってきたんですけど、結構ね、お安くていい味なんで、これ最近愛用してますね。で、これね、どのメーカーでもいいですよ。自分のね、お好きな、メーカーの焼肉のタレをね、好きなだけここでぶっかけちゃいます。はいはい。よいしょ。そしたらね、はい、焼肉のタレには辛みがあんまり入ってないんで、ここでね、お好きなだけ、これ一味唐辛子ですね。これはね、お好みでやってくださいね。好きなだけ辛みを入れて、はいはい、よいしょ。はい、いい感じ。はい、これで、これが全体に馴染むまで、はい、ちょっと炒めていきます。はい、こんな感じでしばらく炒めていくと、はい、もやしから結構水分が出ますよね。はい、ここで、はい、電化の方と、はい、水溶き片栗粉。はい、水溶き片栗粉は、片栗粉を1に対して水を2で溶いたもんです。で、これをね、ほんの少量、こう、あんまりドキャーって最初から入れないでね、こうやってこう様子見ながらこれ入れて、で、このもやしから出た水分をもうね、絡めていきます。はい、こんな感じでね。はい、こうやってしっかり絡めていくと、ね、もやしから出た水分がしっかりこうやって素材に絡まって、まあ、ちょっとね、あんかけみたいな風味になりますね。はい、こんな感じで全体にしっかり絡まったら、はい、もう完成です。よし、はい、そしたらね、はい、できたての、このね、はい、さつまげちゃんとひき肉のもやしのね、まあ炒めというかあんかけというか、これをはいお皿に盛り付けて、はあもうめちゃめちゃ美味しそう。よし、はい、こんな感じで、はい、お皿にたっぷり盛り付けて、はい、完成しました。はい、今日の簡単料理ね、はい、もやしとさつまげのピリ辛そぼろ炒めの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。はい、今日の感じ、こんな感じだよ。おいしょん取れてるかな。半端ねえボリュームなんですよ。すごい量ができました。ってことで、じゃあ早速いただいてみたいと思います。その前に、はい、いつも通り、チューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。おいしい。もう毎日おいしい。ってことで今日の感じこれだよ。これこんなに量できちゃったよね。半端ない量なんだけど、はい、じゃあ早速いただいてみたいと思います。いただきます。いやー、じゃあね、じゃあこれをちょっとね、はい、じゃあいただきます。はい、さつまげちゃん、これはもうめちゃめちゃ美味しい。もうね、これはすごい美味しいよ。で、このね、もやしのパリパリ感と、このね、なんていうのかな、こうピーマンのほろ苦さで、こうさつまげでボリュームがあるし、なんていうのかな、バランスものすごくいいですね。これね、何がいいってね、経済的ものすごいね、材料費は安く済みますね。まあ何しろもやしとさつまげもお安いじゃないですか。でそれにひき肉ですから、でそれでこの量ですよ、この量。もうね、十分でご家族4人ぐらいで食べれる量ですよね。なんでまあそのお一人様だったらもうね、この半分の量でも全然平気ですし、でね、これ結構ね、大量に作ってもまあね、ある程度残っても冷めてもね、そんなにそのひき肉しか入ってないから、動物性のやつはね、みんなギトギトしません。なんでなんていうのかな、結構多めに使って、まあ冷えてもね美味しいと思うんで、弁当のおかずにもね、まあいいと思いますね。まあとにかくでもこれはね、あったかいうちに食べた方が美味しいよね。冷めても美味しいけど、あったかい方が美味しいと思う。なんだけど、にしてもこれはもう本当にお安くて、もうボリューム満点で、作るのは焼肉のタレなんで失敗もいりませんよね。もうとにかく焼肉のタレってすごく万能なんですよ。いろんなものがもう総合的に入ってますからね。なんだけど、やっぱご家庭で焼肉やってもなかなか次そんなにバンバンやんないじゃないですか。だからどうしてもそのなんつうかな、中途半端に余った焼肉のタレって結構ね、冷蔵庫にねしばらくね滞在すること多いんですよね。だからそういうのを利用して、こうやってね簡単になんていうかな、普段のこうなんていうの、おかずに持っていくことをすれば、まあそのタレもね、そんなになんていうの、悪くなることはないだろうけど、まあそういうふうに焼肉以外にこうやってね利用して、でまあ焼肉のタレっていうのはね、そこまで辛みが入ってないんで、だからその辛みだけね、この一味唐辛子とかで、まあ、追加して自分で好きなようにカスタマイズしてね。で今日みたいにこうもやし使うと、ものすごくこういうふうにこうね、なんていうのかな、こう水分が出るんですね。もやしの場合は美味しいんですけど、だからそれをこう上手に、そうやってさっきの動画でやったみたいに片栗粉でね、水溶き片栗粉で止めてあげると、素材ももうバンと絡むし、もうボリューム満点のおかずになります。なってことで、このやり方を覚えておくと、もうめちゃめちゃね、お金がない時にお安い素材でこれだけ大量のボリューム満点のおかずができますよ。ってことで、はい、今日のこの簡単料理、まあ節約時短でもあるね、簡単料理ね、さつまげともやしの、はい、そぼろあんかけ炒め、はい、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。